はい、今日もねお悩み、ご相談ちょっとお伺いましたのでコメントね来ましてお答えしていきたいと思います。トイレですね、こういったトイレのお話でございますけど、食べ入りですということで食べ入りさんからいただきました。あとはトイレですが失敗が多いです。歩きながらするのではみ出ることがよくあります。これはどうしたらいいんでしょうかということなんですけれども、まあ、おしっことかうんちをね、ワンちゃんしているときにですね、こう、くる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 回って、まあ、定位置について、ジャーっとこうしたりとか、ブリブリっとこうしたりするわけですね。で、そのときに、まあ、ちょ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 ってこうやって歩いてしまったりするんですね。で、それに関しては、叱らなくていいです。トイレでおしっこに関して叱ってしまうとですね、うんちやおしっこ自体するのがダメなんだっていう認識になってしまいます。ワンちゃんの中で、そういう解釈に、取られやすいですから、決して叱らなくていいです。もし失敗して、こう、ぼちょっとこう汚れてしまったら、それは飼い主さん、我慢してね、怒らずに、大丈夫だよと言いながら、こう、取ってあげれば構いませんのでね。はい。ママちゃん、まあ、いいや、いちごちゃんちょっと来て。いちご。いちごちゃん、いちご。ね。こうやっておしっことかをするときに、こうやってちょこ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 歩いたりするんですけど、そういう場合はこうやってね、飼い主さん、まあ、近場に少し寄ってあげて、ね、大丈夫だよって、おしっこしてよって、こう、ね、誘導しながら、壁を作ってあげてください。こうやってね、こんな感じで。よっしょ。ね、ちょっとそっちが、そう、いかない。我慢して、我慢して。触れなくていいです。こうやって、ダメってことで押さなくていいです。触れたり押したりすると、こっちは、何っていう形でやめたりしますので、こうやって、ね、まあ、触れないぐらいのところで壁をこう作ってあげればいいです。こうやってね、こんな感じで作ってあげればいいです。そうはい、実際にやってるちょっと映像を撮りましたのでこちらになります。うん、さあまだどいて、うんこするって、うんこするって、さあ、うん、うんこするって、うん、頑張れ、一応頑張って、さあ、出た、さあ、もうちょっと我慢して、いい？よし、さあ、オッケー、よーし、できた。えらいね。よーし、ちゅうちゃんお利口さんです。はーい。はい、いかがだったでしょうかね。いちごちゃんがちょっとうんこした時の、時に、まあ、ちょっとやりました。やってみましたね。まあ、こんな感じで、シュッとこう、いいよ、ペロペロしなくて。こういった形で、ちょっと壁を作ってあげればいいです。ね。まあ、顔とかよりかは、ちょっとこの首周りあたりにですね、こうやって、まあ、空中にこう、壁を作ってあげるような形ですね。こっから先はいけないよっていう形でやればいいです。ちょっとダメよって。こっち行かんよ、こっちダメだよ、つって。ね。グーッと押したりとか、ね、触ったりするっていうことは、やらなくていいです。それやってしまうと途中でやめてしまいますからね。はい。まあ、こういった形で、もうここから先はいけないよということで、その場でするんだよっていう形でやっていきます。これに関しては、うんちやおしっこしてる時に歩いちゃうっていうのはね、ワンちゃんにとってはまあ悪い癖みたいなもんです。ね。我々人間もですね、悪い癖っていうのはなかなか自分で発見して自分で自力で直すっていうのは難しいです。ね、それと同じように、ワンちゃんたちも、おしっこやうんちをするときに、まあ、ちょっと歩いちゃうっていうのは、まあ、悪い癖の部分に入りますので、それを直してあげるのは、まあ、飼い主さん、ね、しっかり、教えてあげてあげればいいです。ね、おしっこうんちをするときはじっとするんだよと。ね、ちゃんとできたら褒めてあげてください。いいですか？はい。ということでございます。はい。ご参考になりましたでしょうか。では次回もぜひご覧になってください。バイバイ。